はい、皆さんこんばんは、山亮と申します。今日はね、何をやっていこうかというとですね、これ2019年の6月1日に撮影しました、やつで、何かね、上新駅っていうところにいます。西区ですね、名古屋市の。なんでこんなところにおるかというと、中京大のね、私が社会学部だったんで、あそこです、トヨタキャンパスの方だったんですよ。そこでですね、上水駅っていうのがね、ちょうどこの、鶴舞線の、先にあります、トヨタ線ね、名鉄トヨタ線の、駅でだったんで、まあ、上水と上水に似てるんで、間違えちゃったっていうようなね、ことをやろうとしてね、やってきたわけでございます。まあ、そのまんまね、もう今更なんでね、そのまま普通に、駅前散歩としてね、放送してみようと思います。まあね、上新はね、でかいバスの営業所がね、あります。名駅とかね、あっちの方に来る、発着してるバスは全部ここに、集まってるはずですよ。ということでね、ぐるぐると回ってるから、これ名古屋の都心を回ってる都心ループバスなんかもね、ここにね、留置されてます。ってことでね、まあ、でかい、バスセンターがあって、ですから、ここからバスもね、よう出てるんで、名駅の方までもバス出てるから、それに乗って帰ろうかなっていう、ことも考えながら、ここに来ておりますということですね。まあ、昼間は大須の方でね、実は撮影をしておったんですけど、で、これは、場所がね、だいぶちょっと離れの方に、ね、ちょっと離れたところなんですけど、名駅からちょうどちょっと北の方に行ったところら辺なんですけど、ここら辺になるともうね、1日500円なんですよね。安いの。いうことでね、これちょっと離れるとやっぱ、安くていいところあるんやないかと、ね、美味しいお店もあるんやないかと思ってね、歩いたんですけど、実際ね、この後ね、美味しいお店出てきます。ということで、まずね、ここに出てくるのがリングさんっていうね、お店が出てきてるんですけど、ここね、残念ながら今も閉業されてらしいです。で、代わりに、天白の塩釜口のあたり、まあ、上田町だと思うんですけど、バーガー店やってるそうです。これはね、またリング貼っておきますんでね、ぜひそちらを見ていただければと思います。で、コインパーキングはそう、1日500円ね、あれ安いですよね。で、名古屋福岡のね、あれもね、気になるところなんですけどね、まあ、今となってはね、どんなのかが、ちょっと分かりかねるところです。なんかね、レビュー、食べログのレビューとかを確認してみたら、なんか、広島のお好み焼きの感じに近い感じだったってみたいな話も出てますね。へえっていうのね、思いながら歩いておったら、まあ、住宅街みたいなところだったんですけど、パッと抜けたらね、中部電気保安協会さんが、あ、こんなところにあるんやってことでね。ここはね、カラオケ屋さんの時の本当によくお世話になりました。うちのところがね、もう設備ね、もう潰れちゃったところなんで言っちゃいますけど、もうだいぶボドが来とってね、よくブレーカー落ちて、騒ぎになってたんですよね。そう、それでその度によく呼んで対応していただいたなってこと思いながら。ここはね、なんか商店、営業されてるみたいですね。っていうのをちょっと横目で見ながら、これは、まあ、この辺りはだいぶ住宅街ですよね。まあ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 、特にね、関西の住宅街って感じで、さあ、どっからこう回っていこうかな、なんてことしながら、これは土日エコキックを見せて、なんか説明を始めてますけど、あ、そうそうそう、エコキックとは別で、なんか24時間ね、使える、キックみたいなのがね、出ましたよっていう話をしとって、そしたらね、ほら、なんか謎の、レストラン、角屋さんってね、やってます。これ、なんかね、ステーキとかあれとかってなってますけどね、美味しそうな店やなって、ね、とんかつなんかもなんかあるみたいな感じで書いてありましたけどね。で、それは日曜定休らしいんでね、それはね、ちょっと気をつけないといけません。これね、土曜日に撮ってたんで、夜ね、営業してる感じになってますけどね。あと最近はちょっとコロナの影響で、時短営業とか、ちょっと営業時間も変わってるらしいですよと。で、ここはね、歩いとったりしてきたね、小玉温泉ってなってますけど、なんか今は正式名称は小玉湯ってなってるみたいですね。多分温泉っていう名称って言うと使えなくなったのかなとかいうふうに思うんですけど、まあ、看板とかそのまま温泉のままになってる。まあ、銭湯ですよね。電気温泉って言ったらいいのかな。そうそうそう。牛乳石鹸ののれんがあって。なんかね、聞いたところによると、後で聞いたところによると、この辺りでは唯一のバンダイのある、昔ながらの銭湯らしいです。ですから結構空性があっていいらしいですよ。っていうのをね、聞きながら。で、ここはね、謎なんですよね。一品料理の博多ってことで、なんか博多系のね、料理が、九州の料理がいただけるのかな、よくわからないです。実は食べログで調べても出てこないっていうね、すごくね、気になる店だったんですけどね。まあ、調べ方が悪かっただけかもしれません。なんてあれ言っとったら、今度は、なんか、マンティン家って出てきました。これまたね、でも、ね、
最初ね、感想をどんなあれやと思いましたけど、結構あの塗装とかしっかりして看板綺麗になってましたからね、っていうのねしながら、これは何をしてるかというと、あの大須でね取材回った時にね、プリンゼさんっていうところでね、プリン買って、それで、ね、食べるところを探してたんですよね。でずーっと歩いとったら、ちょっと公園があるじゃないかってね、ちょっと公園でねプリンのねレビューでも撮らせてもらおうかななんて思いながらこう歩いてきたわけなんですけど、まあね、ちっちゃい町の公園でね、まあこんな感じでね、どんぐり芽生えどんぐり広場っていうやつです。名古屋市が作ってるやつで、幼児のための広場ですよって書いてありましたんでね。まあちょっとね、さすがに幼児と呼ぶにはね、あれです。まあさすがにこういうね、幼児の広場のところでね、こんな37歳、当時はまだ35歳でしたけど、のおっさんがね、あの、飯を食べとったらね、プリン食べとったらね、まあちょっとね、怖いじゃないですか。それはダメだろうということでね、そのままちょっと歩いて、まあ結局家で食べました、プリンは。でなんかこの辺りもね、マンションかな、なんか建ててるなっていう、アパートかな、アパートぐらいのやつかなっていう感じですよね。なんてこと話しながらスーッと歩いとったら、おっ、名駅行き行ってもうたなと、やってもうたと、ゆっくり歩きすぎたということでですね、ゆっくりというか遠くまで歩きすぎたんですよね。ああ、やってしまった。まあ時間もね、確認してなかったですからね、たまたま前を通ってしまったのは、で、この辺り、そんなバスもね、そんな頻繁に走ってるはずではないですから、よし、まあ、とりあえず、ちょっと次のバスまでゆっくり歩いてみようかと思ったらね、出てきたのこのね、肉のマルコさん。これね、マルショーとか言って、これね、マルコって呼ぶそうです。で、これ、上司のお店で、他にも店舗が、新社会とかにあるらしいんですけど、これね、精肉店、ただのね、精肉店みたいにね、ポンと見えるんですけどね、まあ、美味しそうな精肉店ですけど、なんかね、中でね、レストランにもなってるということでね、いや、気になるなって言うとね、これは後日行きまして、ちょっと副代表の、裏代表のシェアとか取れて、で、見てください、このご飯の量。ね、これ生姜焼き、さっきのが焼肉ですけど、ご飯の、これ大盛り頼んだんですけど、大盛り感がね、すごいいっぱいあって、あれ、肉もね、すごい、がっつりありましたからね、あれ、すっごいおすすめです。めちゃくちゃ肉、うまかったです。はい。まあ、カウンター席しかないところなんでね、昼間はすごく混むそうなんで、ちょっと夜の時間のね、ちょっと手すきの時間になっていくのがベタなのかななんて思いながら、で、そう、夜のディナーの一番ぐらいに入って、食べに行ったら、まあ、座れて食べれましたねっていうところで、これはね、そう、弁当も気になったんですけど、ナマステっていう、ナンプーって何なんやと思った、ネパール料理と沖縄料理の奇跡の融合を起こしているらしいです。なんてそれって。すげえちょっと気になるなと思いながら、まあなんか他にも行くとかある店があるみたいですけどね。なんて言いながらね、そう、当時はね、あんな感じでね、自分にカメラ向けて撮ってたななんてこと思いながら、最近はもうすっかりやらなくなりましたね。まあ特にこんなおね、気持ちいいおっさんのね、お宅のね、顔を見たところで誰が得するんやってことなんで、それならね、外の景色映しといた方がええやろと。ね、撮るのも楽やしということでね、誰もね、ウィンウィンということで、最近はそういうふうにさせてもらってますけどね。で、これは名古屋行きの、バスの時刻を確認しとったら、まあ、もうちょっと近い時間に来るなと思ったんですけど、あ、これちょっとトイレしていいぞと、いうことで、よし、ちょっとトイレして、で、トイレをしたら、バスに乗ろうかと思ってね。で、セブンイレブンがね、ちょっとね、前にあったんで、おい、ええやないか。セブンイレブンにトイレを借りていこうと思ってね。まあ、これもトイレを借りていくんですけどね。実は、ここで一つトラップがありまして、中に入ったらトイレがいっぱいだったんですよね。で、まあ、ちょっと結構、先の方が長くてね。で、出てね、飲み物買って、で、しとったら、今通ってた黄色いやつね、見事にバスが行ってしまいました。で、次のバスまで1時間というふうになっとったんで、あ、これはいかんと。ということで、ね、なんかこの辺りもね、キッチン工房中屋さんとかね、あれ洋食屋さんらしいですけどね、新鮮の美味しいらしいですよ。で、あそこはちょっとね、ちょっと食べに行けてないですけど、いやー、いろんな店がありましてね、結構上司は、今回の場合はね、東西に移動してますね。先に、西側の方にぐーっと移動して、上信駅の西側エリアを見て、今これは東側エリアをぐるぐる回ってるところなんですけど、いや、探せば探すほど、昔ながらの、町の、隠れた名店なのかな。まあ、もしね、名古屋の人だったらね、よう知っとるよ、そこは有名やでっていうところもあるかもしれません。まあ、マルコさんなんかは、新社会にもあるらしいですし、ね、あとなんか、もうちょっと他にもね、あるみたいなんでね、
ってちょっと気になるところでね、入らせてもらいましたけど、まあ、なかなかちょっと一見さんがね、入りにくい感じのね、ところでしたんでね、私もとっと友達を連れてきましたけど、まあその友達もあれですかね、その後また会った時にもね、あれ2つ写真ありましたけど、一回行ってで夕飯どうするって言ったら、いやもう上司まで行くようにクリーキッポーで買っといたからってめっちゃ行く気満々やとこめっちゃ気に入っとるんやっていう話をしながらね、あ餃子の王将もあるななんていうことを見ながら、駅まで戻ってきました。まあこのまま普通に持ち帰って教会を帰りましたということになります。ということでね、この動画は以上で終了となります。ご視聴ありがとうございました。